このビデオではキー入力を組み合わせて HP 製コンピュータの BIOS を復元する方法を説明します。多くの HP 製コンピュータには動作することが分かっている最後の BIOS バージョンをハードドライブから復元してインストールすることのできる緊急 BIOS リカバリー機能が実装されています。まずコンピュータの電源を切ります。お使いのコンピュータがノートブックである場合は 電源アダプターをノートブックに接続し逆側をコンセントに接続しますコンピュータの電源が切れている間に Windows キーと B キーを同時に押してその状態を保持します Windows キーと B キーを押したままコンピュータの電源ボタンを1から3秒間長押しして電源ボタンを離します確認音が鳴るか HPBIOS アップデート画面が開くまで Windows キーと B キーを押した状態で保持します。お使いのコンピュータによっては30から60秒間画面に何も表示されない可能性があります。HP BIOS アップデート画面が開かない場合、プロセスを最初からやり直します。プロセスを繰り返してもユーティリティが表示されない場合は、お使いのコンピュータがこの機能をサポートしていないか、ハードウェアに不具合がある可能性があります。BIOS アップデートが 自動的に開始されます BIOS が書き込まれ、アップデートされた BIOS が検証されます。起動を続行をクリックして、コンピューターを再起動するか、自動的に再起動するまで待ちます。BIOS リカバリー確認画面で、キーボードの Enter キーを押して、Windows の読み込みを続行します。確認画面が表示されたら、画面の内容を読んで対応し、リカバリープロセスを完了します。 その他の参考ビデオは、hp.com スラッシュサポートビデオズや、YouTube チャンネルの youtube.com スラッシュ HP サポートジャパンでご確認いただけます。